こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルではですね、昨日神様から愛されるコツということで波動チャンネル294をお伝えしたんですけれども、ちょっと1個ね、大事なことをお伝えするの忘れてたので、今日の波動チャンネルではもっと神様から愛されるコツというね、誰でもできる方法をお伝えしますので、1個だけなので短い動画にはなるかなとは思いますが、ぜひ実践してみてください。で、この動画では波動というものを使って願望を実現する方法であるとか、幸せに豊かに生きるコツであるとか、自分らしく生きるコツ、そういったことをお伝えをしています。で、ここでお伝えしている内容は僕がこれまで14年以上にわたって提供してきたセッションであるとかセミナーの経験、そして波動を使った企業のコンサルなどでクライアントさんに実際に効果のあったものを波動という切り口でお届けをしております。もしよければチャンネル登録をしていただければと思います。で、昨日ですね、神様から愛されるコツということで、動画を撮らせていただきました。概要欄に貼り付けておく、おきますので、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。で、そこではですね、波動というのは体、心、エネルギー、環境、これらを整えていくのが大事なんですが、それをどう整えていけばいいのか、どうすると神様から愛されるのかということと、行動の部分で少しコツなどをお伝えをしております。ご興味ある方はぜひそちらもご覧いただければと思いますが、今日でね、それを撮った後移動中に あれ言うの忘れてたって思うのがパッと思い浮かんだので、すごく大事なことです。で、これはすごくね、開運にも影響しますので、お伝えをしようかなと思います。で、それは何かというとですね、奉納です。奉納、神社とかね、お寺とか、そういったところに、奉納すること。お賽銭は違います。お賽銭は自分の邪気払いになるのでね、そうではなくて、奉納をすることでね、すごく運気って上がってくるし、そこの神様に気に入られるんですよね。で、神社、僕の体験談ですけれども、神社も足しげく通って、最初はね、なんとなく、お前誰やみたいなね、そんな感じの感覚があるところも、何度も足しげく通って、奉納とかしていくと、すごくね、喜んでくれるようになる、なったっていう経験もあってね、なので、奉納ってすごく大事なんだなということを感じたことがあります。で、この奉納なんですけれども、いろんな会社がね、例えば大きな神社行ったら灯籠とか、なんかいろんなものに奉納、株式会社何々とか、個人の名前でされている方もいらっしゃいますが、鳥居とかね、そういうところもありますが、あれなぜそれをするかというと、それをするとですね、神社の、そこの神社の神様から守られるというかね、ご加護がいただけるんですよね。その神社の繁栄に、貢献しているという、そういうイメージでいいのかなと思いますが、そういうことするとすごく愛されますし、すごく守っていただけるんですよね。で、有名なところでは、浅草の雷門は あの経営の神様と言われる松下幸之助さんがね、奉納したと、松下電器で奉納なのかな、ちょっとそこは定かではないですが、奉納したものというのが有名ですが、本当いろんな経営者の方たちも神社仏閣はすごくね、大切にされている方が多くて、で、そういった方々はいろんな場所で、その神社に大切なものを奉納されたりとかっていうことをされてるんですよね。それって、なんかその神社から守ってもらったりとか、危機を回避させてもらったりとか、不思議なご縁をいただいたりとかっていうことが実感としてあるから、その経営者の人たちはそういうことされてたのかなということを思います。で、じゃあ奉納って何するといいかっていうと、そういう品物でもいいですし、お金はいいですよね。あと、お酒とかでも全然いいんですよ。お酒とかね、自分の好きなお菓子とかね、そんなものでも全然いいので、お酒とか結構喜ばれますよね。で、お金もそうです。秋祭りなんかだったらね、出汁が町内回って、で、そこにお金をね、
奉納するみたいな、そういうこともありますが、そんなんがあるとぜひされるといいかなと思います。お賽銭とはちょっとまた違うものにはなりますが、そうすることで、運気が上がったりとか、神様から守られたりとか、不思議なご縁でピンチを抜け出せたりとか、そういったことが起こっていきますので、奉納っていうことをぜひ、機会があればね、してみられるといいかなと思います。でもちろん僕はいつも氏神様に行きましょうということをお伝えをしてますが、神棚だったら真ん中に天照大神様の お札ね、で右側に氏神様で、左側は自分が好きな神社とかそういったのを置かれるといいんですけれども、そういうもちろん氏神様で奉納されてもいいですし、自分の好きな神社、よく行ったりとかする神社でも全然いいんですけど、そういうところもね、獅子稽古通って奉納とかしていかれると、もっともっとご加護が強くなっていきますのでね、ぜひ奉納ということをしてみてください。それをうまく取り入れられるといいかなと思います。今日のお話はもっと神様から愛されるコツということで、奉納ということをお伝えをさせていただきました。こういった動画の情報だけではなくてですね、日々、ウィークデーですね、毎日 LINE とメルマガでメッセージもお送りしてますので、そちらもぜひご登録いただければと思います。登録は概要欄に貼り付けておきますのでね、そして、今日のこの動画もし気に入っていただけたら、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達でこういった情報を必要としている方がいればぜひ教えてあげてください。それでは今日は手短でしたけど、奉納についてお伝えをさせていただきました。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。